こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンが、まあ、今年10月にね、始まる予定なんですけど、まあ、それに先立って、まあ、計画ですね。まあ、US アマゾンの反省、ねえー、今度は効率よくがっつりに儲けてやるという、えー、計画と、まあ、振り返りをちょっとシェアしたいと思います。まず、 USAmazon ね、アメリカ Amazon の立ち回りは儲けを最大限にはできてなかったという反省点があります。これね、Amazon 輸出サポートをする前は輸入サポートをしてました。で、輸入だとね、日本のお客さん厳しくてトラブル多いんで、だったら輸出の方がいいんじゃないのかなというのでね、輸出のテストをしたらもう全然いいじゃんということでね、輸出のサポートに行ってしまったんですけど、今にして思うと。 ね初めからサポートありきっていうのはね、えー、効率悪かったんじゃないかなというふうに思います。何しろね始まって11月からテスト販売してね、でよし、もうすごいじゃんってことで、この翌年1月にはこのハワイでね、えー、輸出を教えますという募集をしました。で まあこれが年表なんですけどね、まあ、稼ぎやすい初期に安くサポートしている場合じゃなかったと。ね、値段も今より、えー、全然安かったですし、えー、まあサポートしてね、えー、やってる時間があったら今にして思うと。自分でもっとテストっていうかね、えー、まず自分でガンガン売っちゃった方がよかったんじゃないかなという反省点があります。まあ、先ほどのようにね、えー、11月にテスト販売始めて、 2月に今度、輸出セミナーを行ったわけなんですけど、この輸出セミナーね、聞いて、すぐにやった人はね、もう翌月から100万円稼いだと。ところがね、これね、10名いたんですけど、翌月からすぐ始めたというか、そのまますぐ始めた方はわずか1名、何がいけなかったのかなと思うんですけど、結局ね、まだ誰も儲けてないと。 もうすごいけど、まあ、誰も実績がないという段階だったわけですね。ただ、まあ、商売の先生があってね、おもしろ相談という方は、もう即すぐ始めて、しかも、ね、無在庫でもできたんですけども、いきなり FBI 販売で、1商品だけで1ヶ月に100万円というような稼ぎを上げてました。で、ほ、まあ、他の方たちは本業があったりね、あるいは半信半疑で始めなかったりというのがありました。 で2013年の、まあえー、ペイオーニアの、ね、導入により今度輸出の差には簡単になってきたとでこの年に、ね、私は Amazon 輸出入門を出版しましたで実際ねこの12年とか13年っていうのはほとんどどうやれば Amazon 輸出を始められるかっていう質問ばっかりでしたねあとはねいくら稼げますかと ね、数少ない実践者の中でいくら稼げますかって言われても稼ぐ人はそれはね月に500万1000万稼いでますし、まあ、稼いでない人はねそもそもアカウントを作るのに孫ついてると、ね、いうような段階だったり買っちゃった方が早いですよって言ってもね、えー、無在庫をやっててなかなか月10万稼ぐのに宿泊してたりというような状態でした、まあ、今にして思うとねもうこの2012年13年っていうのは もうただひたすら自分で取り組むと。で、実績をガンガン上げると。で、実績上がってくればね、その、えー、教えるっていうのも、まあ、やるモチベーション上がるんで、儲けやすい時にね、えー、教えると、教えた人も儲けられるというわけじゃないんだなっていうのはね、これ、反省点ですよね。まあ、今にして思うと、すごいこの2年間ってんかのは稼ぎやすかったんですけど、逆に稼ぎやすいのにね、これ、これは何年間、 やるるとと稼げるんですかとかね今いくら稼いでる人がいるんでしょうかとか将来性はどうなんでしょうかね法律的に問題ないんでしょうかとかなんかねそういうなんですかねこうあまり前向きでない質問とかその辺で立ち止まってる方が非常に多かったですでこれ今にして思うとやって儲けたという、ね、実践者が少なかったのがその原因かなと思います で、3年目。ね。2014年。この辺になってくるとね、えー、結構、もうペイオニアもできるようになって出品者増えてきました。で無在庫だったらね、えー、まあ、リスクないようね、ガンガン出して、売れたもんだけ送ると。でしかも、この当時まではまだ、えー、amazon と JP amazon と US amazon のね、価格差がある商品も一部ありましたんで、もうそれでガンガン出してね、で、アカウント飛んじゃう人は飛ぶ。ね。で、あの、売れたんだけど、 えー、自分が載せたつもりの商品じゃなかったからキャンセルしてアカウントを飛ぶとかねまあ仕入れリスクはないんでしょうけどせっかく儲けやすいのにね、えー、無在庫から始めてアカウントなくなったばっかりに、えー、面倒な思いをして ebay にくら替えー、いせざるを得なかったとかいう話も結構聞きましたもうこの頃になると私は完全に FBA でしか教えませんっていう形でやってましたんでまあ、えー、教えた方は 実績上げてましたけど、まあ、逆にツールを使えば儲かるとかね、えー、うちなら無在庫で儲けるリス、あのー、ノウハウがあるとかいうことでやってる塾とかスクールは結構ありましてね、えー、まあ、かなり日本人が、えー、市場を荒らしたという面もあった年ですね、だいたいこの2013年から14年にかけてというのはで。2015年になってくると、もうアマゾンでね、えー まあ多分代理店並みの売り上げとかを上げる人が出てきちゃったんで、一部の商品は規制が入ってきました。これ、本来はね、日本で売ってる商品を輸出するっていうのは、そのメーカーとライセンスを受けて作ったメーカーとライセンスを与えてるライセンサーの契約には、ほとんどの場合、違反してます。 大体ね、世界中どこで売ってもいいですっていうライセンスの与え方は滅多にしませんので、えー、この商品は日本でだけ売るとかいう形でね、えー、作った商品を輸出してしまうとか。それは別に法律には違反してないんですけど、えー、メーカーからライセンスを与えられた、えーえー、とライセンサーから、ねえー、ライセンスを与えられたメーカーは代理店に突き上げられてそれを阻止しなきゃいけないと。 いうふうになってきてね、アマゾンにどんどん、えー、それはライセンス違反だから、売るのを認めませんとかいう動きが始まって、結構ね、えー、有名ブランドなんか消えてきました、軒並み。だからね、困るのは、ガンガン売れてて儲かってた商品がね、ある時もうこれ出せません、ライセンス違反ですと言ってね、えー、出せなくなっちゃったり、出せなくなるのみならず、えー、人によってはね、アカウントがサスペンドとか削除になってる例もあったようです。 で、去年ね、去年はもうかなり、えー、新規参入者には厳しくなってきて、もう初めから儲けるっていうのはもう諦めるしかないと。ね、初めの、えー、3ヶ月、ね、50商品取引の時はもう利益を度外ししてまず取引をしましょうというようになってきました。そうしないといつまでも売れないと。で、えー、売れないし、無在庫から始めたんでは、もういつまでたっても全く売れないというような状態になってきてね。 でそれから、商品選びを慎重にしないとアカウント削除のリスクが高まったと。ね、この辺のえブランドの規制なんかに、えー、カタログが消えてるものをね知らずにカタログ作ってまた売っちゃったとかいうのでね、えー、まあ、結構その辺で、えー、儲かる商品見つかったと思ったらアカウントなくなっちゃったという話も聞きました。だからね、えー、逆に言うと、 もう3年目まではほぼ野放しだったわけですよね。出品者も少ないし、えー、販売代理店の方もね、まあ、そんな別に、えー、大きなところが入ってるわけじゃないし、大したことないだろうと。アマゾンの仕組みを考えたらね、個人の人でも、えー、そこそこ資金がではとんでもない量が売れちゃうんですけど、それにまだ気づいてなかったというところがあったわけですね。で今年に入るともうね、アカウントのチェック機能とかが、えー、かなり厳しくなって、あの、詐欺の防止でですね、 アカウント作るのもね、結構ね、めんどくさくなってきてます。もう本人の ID 確認とか、えー、そういうのも厳しくなってきてるんで、えー、なかなか作るのもめんどくさいと。まあ、作ってすぐには売れない。3ヶ月、4ヶ月売れないというような状態になってます。これが現在の Amazon US の状態です。まあ、それを踏まえてね、ね、えー、オーストラリアの Amazon の計画、もうオーストラリアがすごいいい市場だというのはわかってますんで、まあ、 ちょうどね、10月に始まる予定なんですけど、10月に始まったとしたら、まあ、即テスト販売をスタートします。で、まあもちろん今ね、会員の方には、そのオーストラリアアマゾンのサポートも継続します。ただ、その後はですね、もう、なんですかね、この初めの1年、2年は、まあ自分で がっつり FBA で入れちゃった方がよいですし、FBA でね、えー、入れる商品も、日本の商品を送るのみならず、まあ、中国のもも入れると、まあ、他の国のも探して入れるっていう計画でいます。だから、まあ、サポートについては、ねえー、儲ける金額が大きくなるにつれて、まあそうですね、その今と同じ半年で55万とかでやっててもしょうがないんで、えー すでに入っている方は据え置きでサポートしますけど、まあ、オーストラリアアマゾンが実際に始まったらね、様子を見ながら、まあ、この金額なら教えてもいいかなという金額を割り出して、まあ、えー、高いけどね、ね、えー、やるならどうぞというような形の募集しかしないと。で、逆に、えー、1、2年ここでやってる段階でね、えー、実績が、まあ、 すごいと儲かってますというのでね、まあ、そうなればね、えーまあ、ぜひコンサルティングとかいう話も出てくるでしょうから、まあ、そうなった時はね、今度はね、えー、今やってるみたく、手間のかかる個別サポートじゃなくて、基本的には DVD で売るとか、動画を売るとかね、マニュアルを作ってるとか、そういう方に行こうかなというような形で考えてます。何しろね、 アメリカアマゾンの時は、まあ、スタートの時点からもうサポーターありきでね、もう本当に儲けやすかったんで、えー、それをすごいなと思ってやってたんですけど、まあ、残念ながらね、えー、私の伝え方が拙いのか、えー、あるいはそもそもね、誰かがやってないとできない方がほとんどなのか、えー、実績がないんであんま本気で取り組む人がいなかったと。ね、だったら、まあ、実績作るまでは逆に教えるっていうのは、あんまり向かないんだなというふうに思いました。ね 日本アマゾン独自ショップ、ヤフオク、その辺で、ね、実績十分あったし、本も出してたし、サポートして稼いでた方もいらっしゃったんでね、まあ、アマゾン輸出のアメリカもね、その、ね、今まで稼がせてた、私がそういうならそうだろうというのでね、受けてくれるかなという、ちょっと甘い考えだったんですけど、そのアピールも足らなかったのか、 結果的にはね、10名来て1名しか実践者いなかったというようなのがもうスタートの段階ですその。その段階だとね、はっきり言って今とは比較にならないぐらいもう、あの、ポガッポという感じだったんですけど、逆に本当に儲かる時にね、儲かるやり方を教えますっていうのは、なかなか募集がしんどいんだなというのが、前回の、えー、アメリカでの反省点です。ですんでね、 オーストラリアも、えーまあ、始まったらね、えー、逆に、儲かりますって話はしても、やっぱ逆に証拠って形になっちゃうんで、まあ、さらっと、ねえー、実績、まあ、今こうなってますぐらいの報告でいこうかなと思ってます。そんなわけで、えー、今回、ねえーア、アマゾン演出、本日まで、天ンアカデミーアマゾン演出、個別サポート、開運を募集します。で今回の 応募の方はですね、この今年の10月に始まるオーストラリアアマゾンでもしオーストラリア法人が必要だとかね、オーストラリアのタックス ID が必要だとか、そういう理由で参入できなかった場合には商品をテンバーアカデミーで用意したアカウントで販売します。で、当然ね、始まれば、えー、そのほぼ販売に専念すると。 まあサポートは継続しますけどサポートの募集っていうのに使ってた時間をもう自分の販売の方に注力しますんでえまあ応募もまあするかしないか分かりませんし応募したとしても値段はねえ何ですかねまあこんだけ高いけどそれでも受けたいならどうぞという金額まで上げるつもりでいますんでえまあもしねオーストラリアマゾンに参入して稼ぎたいとか アマゾン室面白そうだからやってみたかったという方はね、えー、今日までの募集で応募された方が、えー、よろしいかと思います。本日11時まで応募してますんで、ご応募お待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。